銭湯を始めたとき、銭湯の撮影を始めたときは、杉並区の、風呂なしの銭湯に住んでおりまして、お風呂に通ううちに、どん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 銭湯に興味を持ち始めて、いつもそのときよく行ってた銭湯に、撮影をさせてほしいとお願いしたのがきっかけで、それから撮影を続けています。今ここにいる、練馬区の辰野湯さんっていうのは、私が東京都内の銭湯をいろいろ撮ってる中でも一番撮影回数が多い銭湯っていうか、撮影をさせていただける回数が多い銭湯で、撮影の回数を重ねるごとに、常連さんはもちろん、営んでる方たちとの人間関係が、構築されていってより、日常の絵が撮れるようになってきているので、どんどんこういう銭湯を増やしていきたいなとは思ってるんですけど、まあ、なかなか人が裸になってるシーンであったり、個人の日常ですからそう簡単には撮れないんですが、そういうことを日常の銭湯ですね、日常の光景を撮ることを目的に、撮影を続けています。今回、出展させていただいた12点の作品は、東京の銭湯の日常といいましょうか、普段の姿が映ってると思いますので、それで何か、日本の国民性であったり東京の、雰囲気だったり、そういうのを感じ取っていただければなとは思います。それで1点、付け加えるとすると、銭湯はやはり足を運んでみることの方が面白いと思いますので、それをお勧めします。私がオーストラリアに行ったのは、シドニーオリンピックの確か数年前だったと思うんですね。1998年ですか。その時は私はカーボーイになることを憧れていて、牧場巡りしてたんですけど、その中でシドニーは4ヶ月ぐらい、住んでたんですかね。とても綺麗な街で、すごく今でも好きな街の一つです。住んでる日本人の方たちもとても親切にしてくれましたし、オーストラリアの方たちもとてもフレンドリーな方だったので、いい印象しかありません。今、まあ、こういう状況でなかなか日本に来れる機会はないかもしれませんが、こういう銭湯という、すごく特別な、ものを対象に展覧会を開いていただいてますけど、日本に来た際はぜひ銭湯に足を運んでいただいて、旅の疲れを癒すなり、日々背負っている肩の荷を下ろすなり、リラックスしていただければなと思います。